天とまことチャンネル始まるよ。どうも、天まこの天の方です。今回はですね、なぜか絆の像の陽明さんとキューポスの義勇さんがあったので、こちらプレイしていきたいと思います。こちらの店舗にはよく行くんですけども、急にあったのでチャレンジしてみました。陽明さんはやはり重たいので結構警戒したんですけど、割と動きが良かったので続行しました。これはアームの落とすところが悪いですね。下まで入ってないので動きません。とにかく左側へ送ってって、いいところで横ハメにしたいですね。はい、もう少し左に送りたかったんですけども、まあまあここでもいいかなと思ってます。もうここではめてしまいます。あとちょっとなんですけどね、今回はですね、奥の方をはめて最後は手前の方を持ち上げてどんどん下に落としていくイメージですね。多分それが一番楽かと思います。はい、はまりました。よく放置台でこの形を見るんですけども、ここまで来て多分どこ狙ったらいいかっていうのがわからないっていうのが結構あるのかなと思うんですけど、こうなった場合ですね、どっちかのアームを強めに手前に入れます。今回は右アームを強めに入れたので、右奥がちょっとバーから離れてるんですよ。で、次は左奥をバーから離したいので左側を強めに入れます。これはちょっと失敗ですね。うまく入りませんでした。まず右左どっちでもいいので、奥のバーに設置してる部分を剥がします。で、最後もう一つ設置してる方をそっちのアームで狙って落とす感じですね。はい、これでゲットすることができました。じゃあ次、義勇さんですね。義勇さんのキューポスもなぜかこの時期にあったのでやってるんですけども、サービス台と書いてあります。ただアームがでかすぎてちょっとどうなのかなと思ったんですけど、なんか不思議なことになったんですよね。面白そうなので続行します。はい、さらに右にねじります。もう落ちますね。あとは奥の方を持ち上げて手前に落とすだけなので、そんなに難しい作業ではないです。はい、これでゲットとなりました。6プレイ500円なので金額はこの通りになります。だいぶ鬼滅楽に取れるようになりましたね。助かります。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと天とまことチャンネルではゲーム配信をしてますので、そちらで僕とコミュニケーションを取りながら一緒に楽しんでいただくこともできますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。